朝日新聞社主催の国際シンポジウム朝日地球会議2019が10月14日からの3日間開催されました。政治、経済、科学技術分野の有識者や企業人を招き、開かれた社会へ、多様性が育む持続可能な未来をメインテーマに、地球規模の課題解決に向けて議論が行われました。1日目は東京都知事の小池百合子さんによる講演から幕を開け、世界の多様性をデータから理解することをテーマにしたパネル討論、海洋プラスチック問題を議論したパネル討論、タレントリューチェルさんの対談、東京オリンピックの公式映画監督を務める河瀬直美さんの対談、 SDGs に沿った大会運営を目指す東京オリンピックについてのパネル討論、若い世代の働き方を考えるパネル討論などが行われました。2日目は防衛大臣河野太郎さんのビデオメッセージから始まり、駐日フランス大使ローランピックさんのビデオメッセージ、地球環境問題の世界的第一人者であるヨハン・ロックストロームさんのビデオ対談、AI と民主主義をテーマにしたパネル討論が行われました。最終日は気候変動問題、森林保全、食品ロス対策、プラスチックからの脱却、水素社会などの地球環境をめぐるテーマや、ジェンダー格差、テクノロジーが変える医療、超ダイバーシティ社会など幅広い視点から対談・パネル討論を行い、多様性と持続可能な未来について議論を深めました。講演と合わせて協賛企業によるブースが設置され、燃料電池自動車からの給電の様子や石油に由来しない新素材の衣類の展示などが行われました。来場した方は企業担当者とのやり取りも活発に行い、理解を深めていました。朝日地球会議2019は3日間で延べ約5000人の方々にご来場いただきました。朝日新聞社はこれからも社会課題の解決策を皆様と共に考えてまいります。